これは藻類の仲間アオミドロのプレパラートです。最初は一番低い倍率でピントを合わせます。プレパラートをスライドさせて見たいものを真ん中に移します。こちらは調節ネジといって、ピントを合わせるネジですが、さらに微調節するネジがこちらのネジです。さらに高い倍率にするときは、一度低い倍率でピントが合っていれば、このレボルバーを回転させればだいたいピントが合ってます。ピントが合ってない場合は調節ネジや微調節のネジを使ってピントを合わせてください。